はい、皆さんこんにちは、タブチンです。さて、私は今カールズバッドっていうあのコウモリの有名な町過ぎて次の町まで、向かってるんですけども、いや今日もまたきつい。次の町まで、117キロあって、ずっとなんか工業地帯っぽくて、ずっとトラックとかがでっけえトラックむちゃくちゃ来るんですよ。で、遠くに見えるかな、ああいう感じでガス燃やしてなんかやってんのかな、道作ってんのかな。むちゃくちゃ暑いし、何もないし、きつい。で、結局水がなくなっちゃって、工事現場で一緒に水もらってなんとか生き延びてる感じですね。しかも向かい風だし、まだ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 先は長いです。果たして生きて次の町に着くことができるんでしょうか。さあ、ぼちぼち行くけ。このでかいアメリカの大地で俺が唯一安全に走れる道は、この白線とダートの間のわずかこれだけっていう、なんじゃそりゃ。変な技術が身につきそう。まっすぐずっと走り続ける技術。来た、雨です。天然のシャワーや。いいシャワーだ。すげえ、なんだここは。なんか怖え。最高だぜ。そんな綺麗じゃねえけど、まあいいか。なんかサバイバルだな。何回目のパンクか分かりません。本当にこれ俺が運が悪いのか分かんないし、なんだろう、もうこれでパンクするのかっていうものもあれば、いやこれは仕方ねえなっていうのもあって、いや
このねちっちゃい携帯ポンプで何千回何万回ってこうポンピングしてるんだけど、もう それが一番精神的にきつい。なんかこうパンクにビクビクしながら路面選ぶのも疲れたし、気が滅入りそうだ。本当に勘弁してほしいんだけど、こっちに来て間違いない一番の嵐だ。いやー、天気とか半端ねえ。ほら見て、屋根から何あれ滝みたいな。勘弁してほしいな。テキサス来てから湿度もむっちゃ上がって、日本みたいに蒸し暑くてすごくなんか不快感があります。でもよかった、屋根があるところがあって本当助かったわ。運がいい。いや、こんなことある？こんなことあるか？いや、今、土砂降りで雨宿りしてたところなんですけども、まあ、雨が止んで、そろそろ行くかってなった時に、おー、何してんのって、まあ、例のごとく横断してんだよって言ったら、おー、今夜、じゃあ、うち泊まりに来なよみたいな感じで言ってくれたんですけど、そう、まあ、その人の家が、戻る形になっちゃうんですよね。50キロぐらい今日走ってきた分そのまままるまる戻ってきちゃうぐらいの感じになっちゃったんで、いやすっげー嬉しかったんですけど、あそっかそれは残念だっつって、じゃあこれでなんか美味しいもんだ食べてよって言って、すげー60ドルくれました。60ドルですよ、日本円で 7,000円ぐらい。やばいね。やばいわ。ありがとうちゃん。ちょっとそのやりとりが動画撮れなかったんだけど、ありがとう。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。